サイリックス、サイリックスは、かつて存在したアメリカ合衆国の CPU 製造、販売会社である。コンピュータの8286、8386系の高性能の数値演算プロセッサの供給元であった。1988年に創設された。会社は、テキサスインストルメンツ出身の人員より構成され、長い期間、t i とのトラブルが生じていた。 サイリックスの創設者、ジェリー・ロジャーは、技術者を積極的に集め支援し、30人と、少数ながら、有能なデザインチームを構成した。サイリックスは、1997年11月11日に、ナショナルセミコンダクターと合併した。PC 市場への最初のサイリックスの製品は、X87 に、互換性のあるフープ浮動小数点演算ユニットで、ある。 サイリックスのファスマスコと 83D87.83S87 83? は1989年に発表された。これは8387デラックス s x 互感の高速なコプロセッサでインテルの387デラックスと比較し50%以上高性能であった。1992年に発表された486 SLC や 486DLC を含む早期の CPU 製品は、その名前から一見、i486 等との互換性を思わせるが、実際には、それぞれ 386SX 及びデラックスとピン互換であった。それらは、チップ上に L1 キャッシュと i486 の 命令セットが追加されており、性能的には386と486の間のチップであった。これらの製品は、CPU は非常に低コストのクローン PC やラップトップ PC で使用されたほか、エンドユーザーが古くなった386の性能を向上させるためのアップグレード手段として用いられり、業者が売れ残った386のボードを 低予算で486のボードにするために使用された。批評では i486 を思わせる名称でありながら、それに及ばない性能しか発揮できなかった点が非難されていた。また、サイリックスの SLC に関連しないインテルの SL ラインと CPU の IBM の SLC ラインに同様の名前があり、混乱を引き起こしていた。また、キャッシュの有効化の方法に、 インテル製品との互換性がなかったため、BIOS レベルでの対応が行われていない場合、OS 起動後にキャッシュをソフトウェアで有効化する必要があった。サイリックスは後にサイリックス4 8 6 s r x 2と 486DRX2 を発表した。これは SLCDLC の CPU コアクロックを外部バスに対して2倍速動作としたもので、 386を搭載したパソコンを486相当にアップグレードを行う消費者に販売された。その時、サイリックスはインテルの競合品とピン互換性のある486を発表することは可能であった。しかし、そのチップは実際にはアドバンストマイクロデバイセス製競合機種であるアム486より市場投入が遅れ。 ベンチマークテストでも AMD やインテルの競合品より若干遅かった。そのため、それらの製品は低予算で CPU アップグレードをするための市場へ投入された。AMD は自社製 AM486 の一部を OEM で特に ASA やコンパ c t などに対して大量に供給していたのに対し、サイリックスはこのような販路を確保できなかった。しかし、 サイリックスのチップは PC のアップグレードを行うユーザーに強く支持された。その理由として、サイリックスの 486KCPU は、インテル AMD の同等品が I、OK の 5V と CPU コア3.3、3.45V の2系統の電圧供給を必要としたのに対し、5V 単電圧動作で、しかもフロントサイドバスが33.4050、 メガヘルツでの動作に対応していた点が挙げられる。前者の特徴は、インテルの486デラックス4以降をサポートしない古いマザーボードでもそのまま CPU を差し替えるだけで動作する可能性が高いことを示し、後者はマザーボードやメモリなどが対応していれば50メガヘルツ設定とすることで486系としては最高水準の性能を得られることを意味していた。 1995年、Pentium のクローンがまだ出荷準備ができていない時に、Syrex は前回と同様のコンセプトの CX5X86 を発表した。これは、コードネーム M1 として開発が進められていた 6X86 のコア設計を基本として、486ソケットに適合するように若干のアレンジを加えた。 サブセット版であり、M1SC というコード名を与えられていた。このチップは、内部 CPU コアが100から 133MHz で、動作し、100MHz 動作時に 75MHz の Pentium に相当する性能を示した。AMD の競合製品である、コードネーム X5 ことアム5 X86 が、L1 キャッシュを従来製品から倍増した以外は、 製造プロセスのシュリンクによる恩恵で486系の内部コアをほぼそのまま4倍速で 13MHz 動作させて Pentium 75MHz 相当の性能を得たのに対し、サイリックスの CX5X86 は内部アーキテクチャが刷新され、内部データバスの64ビット化や分岐予測の実装など、Pentium に近い特徴を備えていた。このため、 動作クロックはアムゴ X86 と比較して低かったが、同一、コアクロックの条件下ではアムゴ X86 を大きく凌化する性能を発揮した。もっともその反面、ライトバックキャッシュの制御法が独特で他社製品と互換性がなく、また対応バイオス環境界外ではその挙動にも不安定な面が散見され、アップグレード用としても使用が難しかったため、 ビジネスとしては大きな成功を収めることはなかった。1995年の終わり、サイリックスはペンティアムとソケット互換のコードネーム M1 トロク、x 8 6を発表した。これは競争していたインテルのチップの性能を超えた初めてのサイリックス製 CPU デッた。最初、サイリックスは オリジナルを超える性能を持つ点に価値を見出して販売価格を高くつけたが 6X86 の内蔵数値演算コプロセッサーは構造、性能ともに486時代と大差ないベルに止まっておりペンティアムほど高速ではなかったそのためフップーの演算性能が求められる FPS タイプの 3D ゲームの人気によりサイリックスはその価格を下げざるを得なかった AMD のチップが主要な OEM 顧客により使用されるのとは異なり、6X86 はコンピュータファンや個々のコンピュータショップで人気を得た。あとの 6X86 リットルは 6X86 の低パワー版で、6X86MX は MMX 命令セットを加え、L1 キャッシュを大きくした。六 x 十六 m x のデザインを元にした。 ミーは、ペンティアム2と比較して良い性能を示すチップあることを示そうと、少々の名前の変更が行われた。1996年、サイリックスは、初のメディアプロセッサーであるミーダジックスを発表した。これは、CPU コアに加えて、チップセット、それにサウンドコントローラや、ビデオコントローラなど、PC で必要な主な別々の構成要素のすべてを一つの、 チップに集積したたものであったこのプロセッサは 120MHz あるいは 133MHz で動作し CX5X86 の技術に基づいていたためその性能は国標されていたがシステム全体のコストが大きく引き下げられたことから低価格マシン向けとして大成功を収めたまずコンパックが低価格のプレサリオ2100や2200に採用したことで サイリックスの最初の大成功となった。さらにこれは、パッカードベルへの販売が実施され、この実績から 6X86 が、パッカードベルや E マシンズに採用されたことで、サイリックスの戦略の正しさを示した。ミダジックスの後期バージョンでは、MMX 命令のサポートが実施され、CPU コアの 333MHz 動作が可能となった。また、 2番目のバージョンでは、ビデオの処理能力が拡張された。6X86 は、インテルの Pentium より、命令対命令間の基本部分を完了して、効率的な処理を行っていた点と、インテルや AMD より、バスのクロックが速いものを使用している点から、サイリックスと、その競合の AMD は、お互いに、インテルより製品を比較した場合、議論の的になるが、 より有利な PR レーティングの評価方法を発達させてきた。133MHz で動作する 6X86 は一般的なベンチマークにおいて 166MHz の Pentium よりわずかに早く、そのバージョンの 6X86 には 6X86、P166 と表示されていた。Pentium 以外の製品に P166 や P200 の文字を使用する。 ことに対して、インテルは法律的な行動を起こし、サイリックスはその名前の後ろに R の文字を付けることで対処した。PR レーティングは、業務アプリケーションのような不動小数点演算を使用しない場合の値であり、サイリックスのチップは、インテルのものより一般的に良い評価となるが、同一クロックにおいて、不動小数点演算の性能を見ると、インテルのものより遅く、 不動小数点演算を多用する最新の 3D ゲームを動作させる目的では PR レーティングは破綻すると議論の間となっていた。インテル互換プロセッサで最大のシェアを占めていた AMD も賛同し、AMDK5 プロセッサで PR レーティングを採用していた。しかし PR レーティングが破綻したことで今後このような性能表記を行わないと公言し、 AMDK6 では採用しなかった。しかし、AMD は再びタイペンティアム4で劣勢になり、アスロン XP で同様の性能表記であるモデルナンバーを導入し、公約を破った。もっとも、その後高クロック動作に特化したネットバーストアーキテクチャでのクロック表記の有利さを背景とし、アスロン XP でのモデルナンバー採用をやゆしたインテルも、 マーケティング上実クロック表記では不都合なコアアーキテクチャの採用にあたって、実クロックでの性能表記を事実上廃止して、モデルナンバーを使用するシステムへ移行しており、現在では実クロックでの表記は、性能比較の上ではほとんど意味のないものとなっている。サイリックスはファブレスの会社であった。サイリックスはチップをデザインし、それを販売していたが、 チップ製造については外部の半導体製造ファウンダリーへ製造委託契約を行っていた。初期にはサイリックスは製造委託先としてテキサスインストゥルメンツや SGS トムソン、現在の ST マイクロエレクトロニクスを使用していた。1994年には TEI とはいくつかの見解の違いで SGS トムソンとは製造を続けることが困難であることから 製造委託契約を打ち切り、インテルのライバルである IBM マイクロエレクトニクスに製造委託先を変更した。IBM マイクロエレクトロニクスとサイリックスとの間で交わされたプロセッサ製造に関する合意の中でサイリックスは自社が設計した CPU を IBM が自社ブランドで製造、販売する権利を許諾した。推測では IBM が 6X86 を 自社製品に広く使用することを意図していたと言われる。これによりサイリックスの株価を含めた市場の評価は上昇した。IBM は IBM ザ PC 以来インテル製 CPU を大量に使用していたものの、その量を減らしつつあり、AMD 製 CPU を主要製品に採用すると、ともに一部の廉価版モデルにサイリックス設計ノップを使用しつつあった。 そのほとんどがアメリカ合衆国の外で売られるものであった。さらに IBM は 6X86 チップを大半することにより、しばしばサイリックス製品の価格を引き下げた。AMD と異なり、サイリックスはライセンス交渉のもと、インテルのデザインを製造販売することはなかった。サイリックスの設計は、社内のリバースエンジニアリングによる詳細な 解析結に基づいたものであった。そのため、AMD386 と486は、インテルの作成した機械後のソフトが動作したが、サイリックスの設計したものでは完全に動作しない場合もあった。潜在的な競争相手を取り除くために、インテルはサイリックスに対して何年も法的な争いを仕掛けた。その内容は、サイリックスの486が、 インテルの特許を侵害しているというものであるインテルは他社との間の X86KCPU にかかるセカンドソース契約を1998年までに終了した。全般的に訴訟はインテルの敗訴で終わった。しかし最終的な決着は法廷の外で行われた。インテルはサイリックスが独自に開発した X86KCPU をインテルのライセンスを すでに所有している、どのファウンダリーでも製造することができる権利に同意した。両者ともこれにより、以下のものを得た。サイリックスは、自分たちの CPU を、テキサス・インスルメンツや、SGS ・トムソン、IBM で製造を続けることができた。インテルは、潜在的な金銭的損失を避けた。続く1997年の訴訟ではインテルが、サイリックスの、 互換チップは自社特許を侵害していると訴えるのに対し、サイリックスはペンティアムプロとペンティアム2が自社の特許、特にパワーマネージメントとレジスタリーネーミング技術を侵害していると訴えた。この状況は長引くと予想されていたが、結局法定外で決着した。実際、クロスライセンスによって非常に簡単に決着した。これにより、インテルとサイリックスは お互いの特許を自由に使用することができた。この中では、Pentium Pro がサイリックスの特許を侵害しているか、どうかについては言及しなかった。単に、インテルに、それらの CPU を続けて使用できるように許可、しただけだった。正確には、その前の決着のように、サイリックスの486が、インテルの特許を犯しているというインテルのクレームを、避けただけだった。 1997年8月、訴訟が進んでいる間に、サイリックスはナショナルセミコンダクターに吸収合併された。ナショナルセミコンダクターはすでにインテルとのクロスライセンスを持っていた。これにより、サイリックスはさらなる反路を確保し、さらにナショナルセミコンダクターの製造工場を使用できるようになった。 その工場はもともとラムや高速通信のアナログ回路を作っていたものであった。ラムと CPU の製造は類似しているため、その時のアナリストはこの統合が納得できるものだと信じていた。IBM との製造委託契約はしばらくの間継続されたが、サイリックスは最終的に全てのチップの製造をナショナルセミコンダクターの工場で行うことにした。合併は サイリックスの財務状態を向上させ、またファブレスでは採用が困難であった最新プロセスでの製造を行う設備を使用することを可能とした。合併は同時にリソースの集中先を変更させた。ナショナルセミコンダクターの優先度はミダジックスのようにシングルチップの安価な多機能集約型デバイスであり、ミーヤ 6X86 のような高性能のチップでなかった。 修正版の六 x 8六は、インテルのペンティアムツ2と直接競合しようとしたものであった。ナショナルセミコンダクターは、サイリックスの高性能チップの、軽能力に疑問を持ち、また市場でインテルと高性能製品で争うことを恐れていた。一方、ミダジックスは、市場で直接の競争相手が存在せず、また低コスト PC の生産のため OEM 継続の要望があり、 これが安全策に見えた。ナショナルセミコンダクターは、サイリックスが合併した後、財務的な問題に直面し、この問題はサイリックスを同様に痛めつけた。サイリックスのミーが PR-300 から PR-333 の間の性能を持つ一方で、1999年までの間に AMD とインテルは、激しいスピード競争の結果として、 CPU の動作クロックスピードを 450MHz 以上に効く向上させ、2000年にはついに 1GHz の大台に到達したが、サイリックス製 CPU の動作クロック向上は、父として進まなかった。また、ミーには、FSB と 83MHz を標準として使用するものがあり、分周率の問題から、動作や互換性、 あるいは安定性に問題が発生するケースが散見された。ソケット7のマザーボードの大多数は通常の 30MHz か 33MHz を PCI バスの固定された位置に分周器でクロック供給して使用していた。一方、ミ i の 83MHz バスでは PCI バスを PCI 規格が定める上限を超える 41.5MHz で動作させる結果となり、 このバスに接続された PCI デバイスは安定せず動作しないことが多かった。一部のマザーボードは1、3分周期をサポートしていたが、その場合には PCI バスは 27.7MHz で動作し安定動作するがその低速さからシステムの性能に悪影響を与えた。この問題は最終的に FSB が 100MHz で動作するいくつかの モデルにおいて修正された。そうしているうちに、ミダジックスは、インテルと AMD のローエンドチップの圧力に直面した。それは、電化なコストでより高い性能を得られた。サイリックスの製品は1996年には、性能の良い製品であると考えられていたが、やがて、ミドルレンジに落ち、リストにあるというレベルに、そして、リストの端に乗っているというレベルになり、 市場を完全に失う危険な状態となった。サイリックスの最後の低価格マイクロプロセッサは 300MHz で動作するサイリックスミーマイナス433であり、AMDK6 から 2300MHz と比較して、普及計算で早かったドクターハードウェアのベンチマーク。しかし、このチップは他の製造元の実動作クロック433。 メガヘルツで動作するプロセッサに対しての競合品であった。たとえそれがサイリックス自身の宣伝により直接行われたものであったとしても、この比較は公正なものではなかった。ナショナルセミコンダクターは CPU 市場から距離を置いており、サイリックスのエンジニアはそれぞれバラバラになってしまった。その時までナショナルセミコンダクターはサイリックスを ビアテクノロジーズに売り渡し、設計チームは存在せず、ミーの市場は消滅していた。ビアは、セントールやビアより、サイリックスの名前の方が市場での認識が良いと、信じて、サイリックスの名前を、セントールテクノロジーにより設計されたチップに用した。ナショナルセミコンダクターは、ミダジックスの設計をもう数年続けたが、それをゲオでの名前で残し、 それを集積プロセッサとして売ろうと考えていた。2003年 AMD にこのゲオでの権利が売り渡された。2006年6月 AMD は 0.9W の消費電力の低パワープロセッサを公開した。このプロセッサはゲオでのコアに基づいており、サイリックスの技術的工夫がまだ生き残っており、これからも生き残ることを示している。会社は短期間のみ存在し、 そのブランド名は現在使用されていないが、AMD との競争は、低価格の CPU 市場を作り出した。これは、PC の平均価格を引き下げ、インテルに低価格版プロセッサとして、セレロンの生産ラインを作らせ、より早いプロセッサをより素早く競合できるように、価格を下げるに至った。加えて、ビアによるサイリックスの知的資産と契約の獲得は、 ビアサイリックスの名前の使用をやめた後も、インテルとの法廷闘争から自分を守ることとなった。これは、http://www.redhil.net l。au にあるドキュメントの編集バージョン、訳中、この翻訳は翻訳版となりますであり、使用許可を取ってある。適切でない部分は省略されている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。